はいどうも、今日も元気バトルやっていきましょう。チャンプルーです。というわけでいろいろね、話していったけど、コロナがどうとかと俺の太陽の話やってたけど、まあいいや、今日っていうかこの回は普通に実況していこう。強化ランプやっていきたいね。メイン、今日のメインはこのパートのメイン、あの無双ランプの途中に強化弾挟むことによって、あのダメージ量が高くなるコンボがあるんだけど、怖いね。あなた怖っ。パチンガ当てようマンじゃん。あ、死んだ。かわいそうにね。あ、強化弾見っけ。さあ、強化弾があるからね。怖っ。お前らのんびり歩きすぎじゃね。あら、かわいそうに。式ディメンション。はい、無双ランプ3回ディメンション。今のが普通の無双ランプなんだけど、強化ランプはこのガチャメカ変えるときに強化弾当てて、また無双ランプするみたいな感じ。切り替えの間に強化弾が入るって感じだね。まぁ、あ、ちょっとやってみよう。強化弾来い。よし。OKOK。で、あとはあいつにぶち当てていけば、怖っ。怖っ。ちょっと待ってね、一緒にいるからね。あ、怖っ。お帰り願います。これが強化ランプ。この間に強化弾をつけることによって最大火力をね、生み出すことができる。お前はもう虫の息じゃねえか。お？あら、撃ち落としちゃった。はい、ダブルバーレル。はい。これがね、強化ランプ。切り替えるときにパチンガーの強化弾を当てて、また無双ランプ始めていくみたいな。決まればかなり強い。ダメージも入るし。さっきからハルカがサンダーパチンガー持ってるから、ハルカからもうやっつけていくわ。いや、怖いね。もう、飛行猿も走ってくるし。あ、バイプッシュしとこ。さあ、これ当たったらもう、落下ダメージで終了だから。うん、3回ディメンション。怖っ。はい、来い。はい、トリプルバレル。怖っ。よし。やっつけてやった。撃ち落としたで。
いやー怖いですね。オッケー。あ、なんか引かれた。そんなところで凍らされてるからだよ。あれ？なんか死んじゃった。さあ、ディメンション2連式でもしましょうか。はい、オッケー。かけるの3ストック使った必殺技がね、めちゃくちゃ強い。クラッシャー意見からのディメンションブレイクを2回敷くことによって、さらなる火力をね、叩き出すことができるから、マジでかけるの必殺技って奥が深いなって思います。それではね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。